世界一の科学者であることを証明するのだ。行くぞジャコビー。わかりましたご主人様。私の声が届いたのですね。あなたの力に助けられました。私の名前はメローラ。実体を持たない意識の集合体。実は今ドンブリ島と呼ばれる島に災いが起きようとしています。私はそのことをドンブリ島の戦士であるツインビー、ウインビー、グインビーたちに知らせようとしたのですが、私が指令を送ることもすでに邪悪な力によって阻まれてしまったようです。今となってはもう災いを避けることはかなわないようです。ですがせめて今からでも危機が迫っていることをツインビーたちに知らせなければ。頼まれてはいただけませんか。あなたの持っている力、私たちの世界にはないその力は邪悪な力も抑えることができるようです。どうか力を貸していただけませんか。ツインビーに伝えなくては。ありがとうございます。では早速ドンブリ島へご案内いたしましょう。あの青い空
のままの姿では何かと不自由でしょう。ところで、今までの出来事を記録いたしましょうか。記録はしなくてよろしいのですね。おめさん、今この中から出てこなかったか。確かに今ここから出てきたな。ここはよ、最近見つかったばっかりの遺跡で、何の遺跡かも出入り口だってまだ。なんでこんなところに俺ら以外の部外者が入ってきてんだ。危ねえぞ。どうした。なんか用かい？ツインビーたちに用があんのか？したらシナモン博士の研究所へ行くと。この向こうにカニ伝の駅があるからよ、それに乗ってけばええわ。どうした？シナモン博士に会ったらよ、博士の力で遺跡の発掘がパパッと終わるような機械作ってくれてお願いしといてくれや。そりゃええわ。本当にこの人なの？よくわかんない。でもこの人は他の人みたいに倒れていないし。そうだって感じるのね。うん、モルテお姉ちゃん、わかったわ。シナモン研究所だったらこの切符で行けるわ。あげる。行こう、あっちの。そうだったわね、フィーレ。行きましょう。
ビか。あ、思い出したビ。ライトが黒い霧で叩く大変なんだビ。博士、大変だビ。ツインビーたちが戻ってきたようだ。うん、この辺りの霧は晴れたようじゃな。研究所のバリアを解除と。連絡が取れんかったから心配したぞ。一体何があったんだね。それが大変なんだビん。何じゃ。ご主人様、様子が変だわぬ。こんな霧見たことないぞ。ツインビー、シナモン博士に連絡してくれ。博士にこの霧の分析を頼もう。ビビライト、オイラのケーキ類の調子がおかしくなってるビ。なんだって。おいみんな、聞こえるか。聞こえてる、お兄ちゃん。よし、みんなで手分けして島の人たちの様子を見に戻ろう。しまったんだ、これは。ライト、あまり遠くへ行かない方がいいビ。一旦研究所に戻った方がいいビ。危険だビ。わかった、今戻る。研究所に戻ってこのことをシナモン博士に伝えるんだ。早く。ライトも早く。早くコックピットに戻って。ダメだ、行け。お前だけでも無事でいないと。わかったビー。必ず助けに来るビー。ちょっとでオイラも霧に閉じ込められるところだったんだビ。助けに行くって約束したのはいいんだビが、一体ここはどこら辺なんだビか。さっきの霧のせいで現在位置も確認できなくなってるビ。
ビ、バリアの中に入れないビ。博士、シナモン博士。この距離で通信できないなんて絶対おかしいビ。一体何が起こったんだビか。ここでじっとしていても始まらないビ。こうなったら、えい！なんと、じゃあ今ライトは一緒じゃないのかね。ビ、ほら、ビ、ツインビー、この人は誰だね。ビビ、いつの間に、なんで知らない人がオイラに乗ってるんだビ。しかし、お前が乗せてきたんじゃぞ。ビー、いや、覚えてないビー。ああ、いつものツインビーらしくないの。バリアを破ってきた時にどこかぶつけたのかもしれんな。ああ、はじめまして。私、シナモンと申します。この研究所の…おや、何かレーダーに反応か。今一瞬だったがウィンビー反応が出たぞ。ツインビー、すぐにパステルのところに。分かっているビー、行くビー、ライト。おい、ツインビー、その人はライトじゃ。行ってしまったか。不思議じゃ、ツインビーをちゃんと動かしておったの、あの人。ライトにしか操縦できんと思っておったが。
種だって。